はい、それでは、2日間ありましたこの統合データベース講習会の鳥を務めさせていただきます、ライフサイエンス統合データベースセンターから来ました川島と言います。よろしくお願いします。で、私の方はパスウェイデータベースというお題をいただいていまして、内容としてはKEGというデータベースと、それから、ゲノムネットの、ウェブサービスの、紹介ということになります。で、ですね、一つ最初にお願いというかがあるんですけども、直前まで、資料を作っておりました。で、今回他の方もそうなんですけども、この GitHub というよくソースコードなんかを分散して開発するサイトで、資料を作るということになっていまして、でですね、いいアイデアだなとは思ったんですけども、実は私そんなにこの GitHub でこのマークダウンで記事を書くのに慣れていないということに初めてから気がついてですね、あまりうまくできてない構造とかがあまりうまくできてないところがあるかもしれないということ と、直前まで、やっていたということで、このさっきの講義が終わった後に少し更新が入ってます。ですのでその前にこの資料を開けていた方は少し多分古いバージョンになってしまっていると思いますので、ぜひ今、そういう方がおられましたらリロードして新しい状態で、見ていただければと思います。それでは始めさせていただきます。で、繰り返しになりますけども、ゲノムネット と、KEGが提供するウェブサービスについて、今回は特にそのパスウェイとかモジュールと言われるものに関するツール、特にツールの使い方ですねに、フォーカスして、講義をしたいと思います。で、普段ゲノムネットとかKEGとかって使われている方ってどれぐらいおられますかね。あんまり、意外と少しおられる感じ、あんまりおられないみたいですね。はい、KEGっていうのは割とパスウェイのデータベースというふうにでということで知られてるんですけども、それ以外にもその一般的なそのゲノムの配列の情報ですとか、あと化合物の情報とか、名前にエンサイクロペディアっていうのが入っている通り、その生命科学の特に分子とかその分子のつながりに関わるいろんな情報が事象的に整理されて入っているというようなデータベースになります。で、今年がちょうどKEGが作られ出して20周年らしくて、今年なんか20周年パーティーとかも計画されているらしいんですけども、それぐらい長いことをしている、構築され続けているので、相当その中に入っているデータの種類と量と構造っていうのが複雑ですので、ちょっと90分で全てをご説明するというのはとても無理です。ですので、最初にお話したように、できるだけパスウェイという観点に特化して、説明したいと思いますけども、パスウェイだけを説明してもわからないところがありますので、そういうパスウェイを理解するのに必要な部分については、順番に説明していきます。で、一応講義の流れなんですけども、初めにゲノム、これつかないな。ついてる。いきますか。初めにゲノムネットに関して、ちょっと説明して、でその後KEGの説明をすると。でゲノムネット自体はコンピューター、ウェブのいろんなデータベースサービスをやっているサイトなんですけども、もともとはいろんな NCBI のデータベースですとか PDB とかですね、そういった公共データベースの、検索サイトとして開発が始まっていました。でその後その中で KEGという、独自のデータベースが開発されるようになって、今では主にKEGを、中心とした、データベース検索、利用サービスサイトになっています。ですので、ゲノムネットは KEG 以外のものも入っている、データベースサービス全般
を受け持っていて、その中に特にあのこの、主に京都大学で作成されているんですけども、そこ独自のコンテンツとして KEGG データベースというのがあります。で、KEGG データベースというのはあの、まあ全体で KEGG と呼んでますけど、その中に、まあ、人員とかオーガニズムとかいろいろパスウェイですとかいろいろなコンテンツが別々のデータベースとしてこう統合データベースのような形で全体を KEGG というふうに呼んでいます。で、前半にゲノムネットの説明で、後半に、KEGG の説明を、いくつか、ピックアップしたデータベースに関して説明して、適宜、ハンズオンの実習をしていくというような流れになります。で、あとここらあれですね、あの他の方と同じですけども、講習に際しての注意ということで、あの同時にアクセスするとサイトにつながりにくいことがあるということと、あのいつでも、分からなくなったらどなたあのスタッフの方を捕まえて聞いてくださいということです。で、特にあの今日やる中でもしかしたら重いサービスがあるかもしれないんですけども、どれぐらいその向こうが耐えてくれるのかってはちょっと分からないので、あのその辺はちょっと随時状況を見つつ進めていきたいと思います。で、あと今回の、これ内容なんですけども、割とこの参考資料として、挙げた KEGG ゲノムネットのウェブサービスの紹介っていうのは、この AJAX51回目に DBCLS の森谷さんという方がされてるんですけども、その時の資料をベースに、作っていますので、あのこの2つの資料は、また後で家に帰ってから、復習するとかいう意味でも役に立つと思いますので、参考にしてください。では、内容に移ります。で、ゲノムネットの、まあ、概要なんですけども、繰り返しになりますけども、まあ、ゲノム情報を、まあ、中心とした生命科学のさまざまな、研究を、まあ、サポートするために作られている、インターネットのサービスです。で、まあ、今となってはもう KEGG のコンテンツがかなりを占めるんですけども、まあ、それ以外の、データベースも入っていて、検索だったり解析したりするような、ツールから、できています。で、2つのゲノムネットという観点から2つの、サービスが中心になるんですけども、1つがこの BGET BFIND というまあ、データベースの検索のプログラムですね。で、これ自体を直接あの、まあ、これコマンドラインのプログラムなんですけど、直接使うことはなくて、実際はあの一般の方はこのウェブのいろんな検索のこのテキストボックスみたいなのがありますけども、こういうところにまあキーワードなりデータベースの ID なりを入力してすると、まあ裏でこの検索プログラムが動いているというような形になります。で、BGET というのはですね、あのデータベースのエントリー ID、まあ、大体データベースというのはなんか一つの項目ごとになんか ID ついていると思いますけども、それを、直接指定してその情報を閲覧するために、使うのが BGET です。で、 BFIND という方はあの、まあ、任意のキーワードですね。そのなんかエントリーの中に、どこかにその文字列が入っているとそれを検索して、表示してくれると、引っ張ってきてくれるというようなプログラムになります。それでも一番最初もうあのちょっとずつ触っていく方が慣れると思いますので、実習1として今のこの BFIND BGET BFIND を体験しましょうと。で、このリンクを、貼ってありますので、これをクリックしていただくと皆さんもこのサイトに行けると思います。で、まあ、この資料の方には、そのステップごとにあのスクリーンキャプチャーみたいなのを撮ってあるんですけども、これ実際の、サイトにアクセスしたのがこの画面ですね。で、ここに、まあ入れていただくと。で、資料の方に少し書いてますが、データベースの名前コロンエントリー ID という形式にすると、あの BGET モードで検索が行われて、それ以外の場合は BFIND モード、つまりキーワード検索というが実行されます。
ですので、ここに、一つ例、まあ、いきなりデータベース ID 思いつかないと思いますので例を一つ挙げましたけども、この、ECO っていうのが大腸菌の、遺伝子のデータベースを表しているので、この ECO:B0002 というのを、コピーペーストしてですね、実際のサイトに入れていただけますか。そうするとこれはそのデータベースエントリーとしまったな。それ何も指定していないと、全てのデータベースが検索対象になるので、ちょっと時間がかかってしまうかもしれないです。はい。で、ちょっとこれですね、これインターフェース、場所によって、挙動が違うということが今分かりましたけど、今はさっき言ったことをちょっと訂正します。このところから、検索すると、基本的に、bget モードではなくて、すべてのデータベースに対して、エントリーを bfind な形でエントリーを検索するようなモードで動いているようです。で、今入力したデータベースエントリーが、見つかったのでアクセスします。で、後でもちょっと解説しますけど、まあ、これは例えば KEG のジーンズデータベースのエントリーになりますけども、このような形で、エントリーを取得することができます。で、ちょっと戻りますね。で、データベース、先ほど、すべてのデータベースを、選択してたので、一応全部検索してるんですけども、今、自分が興味があるデータベースが先に決まっている場合は、これを選んでから検索する方が、応答は早くなります。で、資料の方に、戻りますけども、で、bfind モードを次、検索する例として、キーワードとして2つほど挙げましたけども、これは例えばヒスチジンカイネスというキーワードですとかですね、シナマイドですか、これアルコールデヒドロゲナーゼの阻害剤かなんかですけども、例えばこういった、何でもいいんです、まあ、生命科学に出てきそうなキーワードを例えば入力して検索すると、やはり先ほど、これはキーワード検索ですので、いろいろなデータベースにヒットがあります。で、先ほどなんか最初の講義で出てきたジーンオントロジーなんかにヒットしたりしてますし、あとドラッグのデータベースですとかですね、化合物のデータベース。で、この例えば PDB とか CHEB とか、KEG 以外のデータベースのエントリーにもヒットしますし、当然 KEG の中のパスウェイですとか、遺伝子 ID とか、まあ、先ほどデータベース一覧で、まあ、このようなデータベースが検索対象になっているんですけども、こういったデータベースのエントリーに対してキーワード検索を、実行してくれます。まあ、これが bget bfind の、機能になります。で、資料には出していないですけども、この最初に検索を始めたページがまあここでしたけども、ここに例えばさまざまな、リンク先があって、後でまたこれ紹介しますけども、例えばこれ KEG の、コンテンツのページなんですけども、まあ、こういったところにまあテキスト、こういうキーワ必ずキーワード検索の箱があります。で、どこでも挙動は大体同じですので、その今見ているところで、検索が、実行すること、検索を実行することができます。で、この辺はまあ、そんなに難しい、理解するのが難しい話ではないので、進めていきますけども、資料に戻ります。で、今が、bget bfind 検索を体験するという実習1でした。で、ゲノムネットのもう一つの、重要なコンテンツとして、リンク DB というものがあります。で、さっきは、まあ、データベースのエントリーというものを、いかに取得するかという話だったんですけども、このリンク DB というのは、そのデータベースのエントリーのつながりを、データベース化しているものになります。
よくデータベースのエントリーを見ていると、そのハイパーリンクというような形で、エントリーの中にさらに違う他のデータベースの項目へのリンクというのが、あると皆さん見ることがあると思いますけども、そういったそのリンクのつながりですね、それを集めたデータベースです。で、まあ、いろんな、使い道があるんですけども、ここで一つ、経験していただこうと思うのは、エントリーの変換ですね。例えばその NCBI の寺院のデータベースから KEG の寺院のデータベースですとか、それから例えば、まあ、ユニプロットから KEG の寺院のエントリーですとか、そういう異なるデータベース間で対応がつくエントリーというのがあると思いますけども、そういったものの変換、どの ID がどの ID になるかというのの変換テーブルを作るということができます。それが実習2になるので、皆様リンク DB ホームへのリンクがありますので、そこをちょっとアクセスしてください。で、これがそのデータベースのつながりのダイアグラムになるんですけども、このデータベースを好きにこう例えばクリックしてください。すると、そのデータベースからつながりのあるデータベースが、ハイライトされて見れます。で、まあ、例えば今選んだものは、まあ、1つしかつながってないんですけども、例えばそうですね、ユニプロットというヨーロッパで作られているタンパク配列のデータベースがありますけれども、こういった非常に、たくさんのリンクを持っているデータベースですと、このように多くのデータベースに対してリンク情報を持っています。で、まあ、こうすることによって、まあ、欲しい、自分が今欲しいデータベースの関係がこの中に入っているのかどうかっていうのが、まあ、視覚的に分かるようになっています。で、この講義の、はい、すいません、今実習2の1でページにアクセスしてダイアグラムを見るというところまで来たんですけども、で、3番目ステップ3として、じゃあ人の遺伝子っていうに対し関して NCBI の寺院と KEG の寺院の間の対応表を作るというのを、やってみます。で、このダイアグラムの下の箱に、必要な情報を入れてダウンロードボタンを押すだけで、関係が取れるんですけども、今 NCBI 寺院ですので、このまず最初にクリック NCBI 寺院という箱をクリックすると From というところにそのデータベースの名前が、自動で入力されます。もちろんこれ手で書いても構いません。で、次にこれを KEG の寺院に、ジーンズに、変換したいのでジーンズを押します。すると、まあ、生物種を選ぶことになるんですけども、最初に、何も指定しないときには人が選択されています。もし人以外のデータ、生物を選びたい場合はこのオーガニズムっていうボタンを押すと、いろんなそのオーガニズムを検索するポップアップが出てきます。もしかしてポップアップの問題があったのかもしれませんが、まあ、とりあえず今は人を、に対してやろうと思っているので、この機能は今使いません。で、繰り返しますけども、変換元のデータベースの、データベース名、それから変換先のデータベース名を指定して、であとフォーマットを選びますけども、今ここで選べるフォーマットは、テキスト形式と単なるテキスト形式ですね。それとあとの2つは RDF という形式ですけども、これはちょっと今回とはスコープがずれるので説明しません。で、テキストにしていただいてダウンロードボタンを押してください。するともうこの2つのデータベースの間の関係が全部取得できます。で、資料の方にはその結果を、まあ、もうちょっと一部、貼り付けてるんですけども、まあ、これは
見れば分かるように、タブ区切りのテキストとして、ダウンロードできていて、最初のカラムが、NCBI 寺院 ID です。で次のカラムが、ケッグの寺院の、人の遺伝子の ID。でまあ、3つ目がですね、まあ、関係を表してるんですけども、ちょっとこれは専門的になるので、深入りはしませんけども、このイクイバレントって書いてあるのはそのもの配列が一緒ということを基本的に表しています。で、この機能は、実際皆さんがいろんな例えば他のデータベースとか他の解析ツールとかで、今、研究を進めていて、何かのデータベースの ID を持っていると。でもKEGの中で、例えばパスウェイを検索したりするっていう時には基本的にKEGの ID でないと検索ができません、つながりません。ですのでまず最初に外の ID からKEGの ID に変換するというところが必要になってくるので、こういった、情報を、取得することができるようになっています。ここまでが、ゲノムネットの説明になります。で、今から、一応ケッグのことに関してちょっと紹介したいと思います。で、ケッグすごいたくさん、データベースのが入っていて、まあ、複雑な構造をしているんですけども、まあ、よくこういう説明をするんですが、大きく分けて、まあ、ゲノムの情報ですね、まあ、中心となるのは、いわゆる遺伝子とかタンパク質の配列になりますけども、それ以外にもオーソログの情報とかっていうのが、まあ、ゲノムの情報になります。それから、ケミカルの情報っていうのは低分子化合物ですね。で、こういうあと薬とかですね、薬とか低分子体内の低分子化合物なんかの情報が、一方で入っていて、でそれらをつなぐまあ、システムの情報と言ってますけども、そこに今回の、まあ、主なテーマであるパスウェイとかでですね、あとブライトっていうデータベースがあるんですけども、そういった、ゲノム情報とかケミカル情報のを階層的に分類したもの、あとは、他にもモジュール、ネットワークモジュールみたいなのもあるんですけども、そういった、つながりの情報をシステム情報と言っていて、このまあ3つが、まあ有機的につながってこうケッグのシステムを作っていると考えると少し分かりやすくなると思います。で、できるだけこの資料に今ここに関わる部分、説明していることに関わる部分のリンクをまあ貼るようにしているんですけども、まず入り口としてこのケッグテーブルオブコンテンツっていうページがあります。でちょっとクリックしてみていただくと、さっきもちょっと一瞬出ましたけども、まあ、こんなようなページがあって、ケッグのコンテンツに関してまあいろんな切り口で、整理してあります。で、まあカテゴリー別に分けてあって、かつそれに対してどういった検索が使えるかとかですね、どういった、DB ゲットサーチができるかみたいな、テーブルが、表示されています。まあ、ケッグの中身をこういろいろ調べていくときにはこの辺から入っていくっていうのは比較的分かりやすいかもしれません。それからもう一つ参考資料としてリンクを貼ったんですけども、ケッグのパスウェイマップとかを後で、まあ、見ますけども、いろんな色が使われているんですね。でその色の説明っていうのがその個々のマップにはないので、まとめて説明してあるページへのリンクを貼りました。でこうケッグカラーコードっていうページのリンクなんですけども、ちょっと見てみます。でその状況に応じて、いろんな意味を持つんですけども、色が例えばそのどのデータベースのエントリーが表示されているかっていうことは、このなんかデータベースごとにこういう色が定義されているので、まあ、そこから、何を表しているのかなっていうことが、まあ、分かるようになっていたりですね。
あと複数、後でちょっと見ますけど、複数の生物をパスウェイにマップするときには、まあ、その生物の入力した順番にこういう色がアサインされるとか、そういったような使い方がされています。ですので、なんか色が出てきて、もしどういう意味だろうって分からなくなって、ね、分からなくなったときには、一度このケッグカラーコードの、ページに戻っていただいて、ちょっと調べていただくということが必要になるかもしれません。で、ここまでが概論として、書いたところですけども、で、ここから、いくつかケッグの、中のデータベースを、説明していきます。で、最初に説明しようと思うのが、このケッグオーガニズムとケッグゲノムというものなんですけども、まあ、生物ゲノ、基本的にゲノムが決まっ、ゲノム配列が決まった生物に関して、その遺伝子のカタログを整理するというところをが、まあ、ケッグの最初に始めたところなので、生物とかゲノムという観点から理解する、見ていくと割と理解しやすいと思います。で、先ほどのテーブルオブコンテンツでいうところのですね、この赤で記したところをクリックしていただくと、オーガニズムの一覧っていうのが見れるので、ちょっとここにちょっとリンクテーブルオブコンテンツへのリンクを貼ってなかったんですけども、上のリンクをもう一度ちょっと見ていただいて、このページのこの辺ですね、これですね、ケッグオーガニズムと書いてあるところを、クリックして見ていただけますか。はい、これが、まあ、ちょっと長いページですので、かなりスクロールしないと下の方に行けませんけども、真核生物が上の方に整理してあって、一応系統分類ごとに、整理してあるんですけども、で後半に、原核生物のが整理されています。で、まあ、これだけの生物種、数でいうと上にサマリーがありますけども、今日現在で真核生物が304種類で、バクテリアが3345で、アーキアが195、これだけの、ゲノムが決まった生物に関して、まあ、遺伝子カタログとして、データベース化がされています。ですので、まあ、これらの生物の、まあ、何かそのパスウェイ解析とか NGS 解析をしたときには、ケッグのリソースが使える可能性があるということになります。で、今のページの、について資料の方にちょっと説明を追加していますが、一番左が、まあ、系統分類の情報 でその次に、ここでは主に3文字だと思いますけども、生物種のコードというものがあります。で、いわゆる、まあ、ホモサピエンスとかそういうドロソフィラメラノガスターとか生物種名がありますけども、結局の中ではそれぞれそれを3文字、まあ、もしくは4文字の時があるんですけども、そういったその省略系のコードっていうのが定義されていて、かつそれがデータベースの名前も表しています。だから HSA っていうのは、まあ、ホモサピエンスの生物種コードなんですけども、かつ、ホモサピエンスのジーンズデータベースの、データベース名としても機能していますので、この生物種コードっていうのは、結局使う上では重要な、ものになります。で、でその次にこの種名ですね。で最後にこの配列情報がどこから来たかということが書いてあって、基本的にほとんどレフセックから、レフセックというのは NCBI が作っている、まあ、ゲノムデータベースですけども、まあ、基本的にはそこから、データを取得して作っているということになります。で、これ今ケッグオーガニズムっていうところをクリックすると、まあ、このページが出るんですけども、それ以外にいくつか、生物に関するリンクが貼ってあって、
この今はコンプリートゲノムの一覧を見てるんですけども、ちょっとそれ以外のものもあるので、お手持ちのブラウザでちょっとクリックして見ていただけますか。例えば、今前では一番右端のメタっていうのをクリックしますと、メタゲノムの、情報が、一覧されます。一応今は80環境メタゲノムに関して84種類、それから、オーガニズマルっていうのはいわゆるなんか腸内細菌メタとかそういうやつだと思いますけども、そういったものに関して712実験の、データに関して、整理されています。これも多分結構長いリストになると思うんですけども、これだけの、メタゲノムの、データに対して多分遺伝子アノテーションと、あと多分パスウェイ構築とか、あるいはリコンストラクションとかが、されているというふうに思います。で、さっきのページに戻って、あとスピーシーズ、ジナスっていうのはそれぞれ、系統分類のその階層において、生物種を整理したもので、あとドラフトっていうのはですね、コンプリートとは言えないけども、そこそこ、ゲノムが ある一定のクオリティで決まっていて、ケッグの中で、データベース化されているというものがこれぐらいあるというふうになります。で、これについてはデータソースが結構レフセック以外のものから、来ているということが、見て取れると思います。で、時々その例えば共同研究ベースみたいな感じで、例えばゲノムを決めたのでちょっと解析をしてほしいということで、例えばケッグに直接依頼が来て、レフセックとかに入る前にこういうデータベース化を行うというようなことがあったりもします。はい、ここまでが、ケッグオーガニズムとケッグゲノムの解説になります。で、次一応そのパスウェイの、話をするのに、避けては通れないんですけども、ケッグ、何度か出てます、すでに出てますけども、ケッグジーンズというデータベースがあって、さっき説明したようにああいう生物種ごとに遺伝子の配列のが、1エントリーとしてデータベース化でされています。で、この配列自体はレフセック、ほとんどのがレフセックから来ているんですけども、じゃあこのケッグならではの、価値は何かっていうと、一つは、この KO という、後で説明しますけども、オーソログ情報が、ついているということになります。で、何千生物種の、遺伝子配列がこのケグの中に入ってるんですけども、それらを一応その配列ベースで、配列の類似性でクラスタリングをかけて、であと人がそれをキュレーションすることで、オーソログの、データベースというのを、作っていて、それぞれの、遺伝子自体は生物種固有のものなんですけども、それが、種を超えてどういう形で、オーソログ関係を持っているかっていうのが、この、KO 番号という形で、遺伝子ごとに付けられているというのが一つの付加価値としてあります。あとはそのこの遺伝子、それぞれの遺伝子がどういった、パスウェイに登場するか、どういったモジュールに登場するかとか、あとそのブライトっていうところなんですけども、どういった例えばタンパクファミリーでとして分類されているかとか、そういったことが、整理されていて、これらはその、ケッグプロジェクトが独自に、開発して、整理している部分になります。で、さっき、そのジーンズの、価値として、オーソロジー情報がついているという話をしましたけども、その、オーソログに、オーソロジーというのは、
ケッグオーソロジー KO と呼んでますけども、そういった独自のデータベースがあって、ですね、さっきそのケッグを大きく3つのコンポーネントで理解するというような話をしましたけども、実はですねこのコンポーネントをつなぐところにこの KO 情報というのが、不可欠になっています。このパスウェイ自体はその例えば生物種がまあ何千と入っていますけどもその生物種ごとに別々のパスウェイを作っているわけではなくてですねあのリファレンスパスウェイというものを最初に作ってでそのリファレンスパスウェイを構成しているのはこの KO をベースに作っているわけですね。 KO というまあ結局の中で定義したまあ仮想的な、まあ、遺伝子みたいなものですけどもそれの関係として作っていてで個々の、生物の遺伝子情報っていうのはその KO がついているので KO を経由してそれぞれの生物のパスウェイというものを再構築するっていうのが基本的なパスウェイの作り方になります。でまたそのケミカルの情報ですねこれも、酵素反応なんかに関わってくるわけですけども酵素の、ケッグオーソロジーとがどういった、代謝反応を行うのかという形でデータベース化されているのでこの大きく3つのコンポーネントというのがこのオーソロジー情報を使ってつながっているという意味で非常にこの KO というのは重要な位置を占めています。でここまででだいたいパスウェイを理解する、した準備ができたと思うんですけども、そのケッグのパスウェイがどういうふうに作られているかということで、ちょっと繰り返しになりますけども基本的にはこの文献の情報ですねあとはまあもともとその代謝パスウェイのデータベースとして始まってるんですけども例えばに日本生化学会が出している、代謝パスウェイの、本とかですねあのベーリンガーの代謝マップとかありますけどもそういったものそれからまあもちろんその後の、シグナル伝達とかそういったさまざまなパスウェイに関しては、文献情報を集めてきてで文献には基本的には特定の生き物がどういったパスウェイを持っているかということが書いてあるわけですね。でそういうのを、人の人間の、キュレーターがたくさん読んでですねでそのリファレンスパスウェイというのを作っていきます。で実はパスウェイ自体はその何か特定の生物で決まって一度決まったら、まあ、他の生物でもそういう酵素反応しているだろうみたいな推測をするわけなのでまあ、こういったリファレンスパスウェイをまず作ってですねでそれぞれのこの四角い箱が、まあ、遺伝子というかタンパクを表しているんですけどもそれぞれにケッグオーソロジーの ID が割り当てられているとでそのそれぞれのケッグオーソロジーのグループの中には具体的な、生物の遺伝子の ID が入っているとこういうような関係があります。ですので、まあ、この串刺し演算的な感じですけどもこのリファレンスパスウェイが一つあってそれに対してケッグオーソロジーの情報を使って人のパスウェイを作ったり酵母のパスウェイを作ったり大腸菌のパスウェイを作ったりということが、まあ、機械的に行って、データベース化しているというのがケッグパスウェイになります。で、もう一つパスウェイとちょっと関連があるデータベースとしてケッグブライトというものがあります。で、まあ、パスウェイというのはもちろんあの分子のこうつながりをダイアグラムで表したようなものですけどもあの分子の情報はそれ以外にも、整理の仕方っていうのはもちろんいろいろあるわけで、例えばまあ複合体を作ったりとかですねあとそのパスウェイは分からないんだけどもタンパクファミリーとしてよく整理されているものとかですねあとケッグの中には、もちろん化学化合物低分子化合物とか薬とか、あと病気とかの情報もあるんですけどもそういったそのゲノムと関係はあるんだけどもそのパスウェイそのものと直接、パスウェイの形で整理できないものっていうのがあってそれは、こういう階層情報としてたくさん辞書化されているわけですね。これがあのケッグのブライトという別のデータベースになります。まあ繰り返しになりますけどこういうパスウェイというのはなんか平面のネットワーク情報ですよね。平面ので整理できるような情報ですけどもこのブライトっていうのは
たくさんのいろんな階層情報を集めたものがブライトになります。でちょっと口で言ってももしかしてなかなかわからない、わかりにくいかもしれないので、今ちょっとそのブライトのホームへリンクを貼ってありますので、そこを見てみます。で、まあ、例えばですけども、エンザイムというブライトをクリックすると、このように、これはエンザイムなので、EC 番号のことに AC 番号に対応するんですけども、例えば一番最上位は、この6種類の、酵素活性、酵素の機能的な分類があって、さらに、一つ一つこう開けていくとより詳細な機能分類がされるというのは、これよく知られていることですけども、こういうものですね。ブライトというのはネットワークではなくて基構造の階層情報の形で整理をするというのがブライトになります。で、このエンザイム以外にもですね、例えばドラッグですと、ATC 分類とか、ありますし、あと病気だと、人の病気なんかだと ICD-10 とかっていう、国際的な病気の分類がありますけども、こういったものが全部ブライトの階層として辞書化されています。では、また資料に戻りますが、これがケッグのブライトになります。で、パスウェイに、関わる、最低限はだいたい紹介できたかなと思うんですけども、次にじゃあそのケッグパスウェイでパスウェイ解析をするときにだいたいどういった流れを取るのかなっていうのをすごくシンプルに整理してみました。で、一つは、ゲノム配列が分かっている場合ですね、と、もう一つは、ゲノムが分かっていないものの場合ですけども、大体ゲノム配列が分かっている場合、例えば、遺伝子発現、マイクロアレイとか、ゲノムが分かっている生物でマイクロアレイとかを作って、その遺伝子発現をして、で、優位に、何らかの条件の時に、優位に発現が増えましたというような遺伝子セットがあった時には、それを例えばパスウェイにマップしたいときには、まずケッグジーンズの ID に変換する必要があります。で、ちょっと残念ながら多分今任意の例えば100個優位に変動した NCBI ジーンの ID をもしお持ちだとして、それを投げてケッグジーンズ ID に変換してくれる多分今ウェブのサービスっていうのはちょっと今ないんじゃないかなと思います。そこはちょっ とさっきリンク DB で作ったような変換テーブルと組み合わせることで作る必要がありますね。この辺はちょっとしたスクリプトを書く必要があるかもしれません。今とにかくこのもしジーンズ ID に変換できれば、あとはウェブベースのいろいろなマッピングツールが用意されているので、それを使うことでどのパスウェイが、発現が増えていたとか、そういうことが分かるようになります。で、もう一つのパターンは、これはだからゲノムが分かっているので遺伝子の ID から検索が始まるんですけども、もう一つは例えば新規ゲノム、新しくゲノムを決めて遺伝子予測まではできましたと。で、配列のセットが1万個ありましたみたいな時に、それかそこからパスウェイを作りたいとか、あとメタゲノムを決めた時にそのメタゲノムサンプルの中に例えばどういったパスウェイが、よくあったかみたいなことを調べたいときには下のような流れになると思うんですけども、そうですね、配列のセットから始まって、でとにかくその配列のセットに K 番号、さっきのケッグオーソロジーの ID を、割り当てると。で、その割り当てたらあとは、そのパスウェイとかブライトとか次に消化するモジュールとかそういったものにマップすることで、ある新規ゲノムがどういうパスウェイを持っていたかとかということが分かるようになるわけです。で、このためにのツールとして、これ割り当て部分とマッピングツールが、一緒になったツールがいくつか用意されていて、一つが、この CAAS と呼んでます。 CAAS って CAAS というもの、それからもう一つはブラストコアラ、ゴーストコアラっていうのが、
用意されているので、こういったツールを使うことでパスウェイ構築、再構築ということが行えます。で、これがまあなんとなく大体どういうふうに結局のパスウェイを再構築するかというような、まあ、ベーシックな流れになります。でちょっと順番が前後しちゃったかもしれないんですが、もう一つ、パスウェイ的な情報としてモジュールというものが、まあ、これは比較的歴史が新しいんですけどもあります。で、まあ、パスウェイとモジュール、モジュールも、パスウェイみたいなものです。でどう違うのかというと、まあ、簡単に言えばちっちゃいんですね、モジュールの方が。パスウェイというのは比較的まあ、見たことがあれば分かると思うんですけども、このウェブブラウザーの全画面を使うようなものが割と多いんですけども、それよりももうちょっと、コンパクトな、よりその何かダイレクトに機能と関連するような、タンパク質の関係みたいなものをモジュールとして整理しています。で、パスウェイの中で比較的表現されてないものとして複合体があります、あるんですけども、つまり10個とか20個とかの別々にコードされたタンパク質がくっつくことで何か一つの機能を担うというようなものはよく知られていますけども、そういったものもこのケグのモジュールという中で整理されています。あとはバクテリアの場合なんかですと、まあ、オペロン構造を取っているものっていうのがよく強調して機能するっていうことは知られていますけども、そういったことも考えて、まあ、これも、人がマニュアルに定義しているのがケグモジュールです。でちょっとモジュールのフォーム、にリンクを貼っていますので、ちょっと見てみます。でここにまあ、モジュールの説明というものがあってですね、で一覧、これも階層的に表現されていて、例えばこのパスウェイモジュールの中の、まあ、エナジーメタボリズムの中の例えば炭素固定みたいなの中に、まあ、これだけのモジュールがなんか定義されていて、あまり大きくない方がいいと思うんですけど、そうですね、これはなんかレダクティブペントースファスフェートサイクルという名前がついた、まあ、モジュールになるんですけども、まあ、こういったタンパクの、関係に一つの、まあ、何か意味を持った機能を割り当てているというようなものがケグのモジュールになります。これは後でもう一度検索のこれを検索するというようなことを、実習でやります。はい、で、次にまた、久々に実習になりますけども、実習の3ですね、ケグマッパーという、いろんなそのケグのブライトとかパスウェイとかモジュールにマッピングするツールのいろんなツールをまとめたページがあるんですけども、ちょっとリンクを貼ったのでクリックしてみてみますが、まあ、これすぐにはちょっとわからないと思いますけども、いろいろなマッピング方法が準備されしています。で、この実習として、行うのはですね、この中のケグマッパーリコンストラクトパスウェイという、ウェブサービスをやってみようと思います。で、このでは実習さんのちょっとステップ1をちょっとクリックしていただけますか。クリックするとケグマッパーのリコンストラクトパスウェイというページに飛びます。で、ここにはイグザンプルとして2つの遺伝子のセットが、用意されています。このエグザンプルを使って、実習をやろうと思いますけども、まあ、せっかくあるので両方やっていただけばいいと思います。で、このサービス自体は多分そんなにヘビーなものではないと思うので、皆さんが、まあ、適宜やっていただいて大丈夫かなと思いますけども、一度やってみましょう。で、このエグザンプルのファイルをの中身を、このテキストボックスの中にペーストするか、このファイルをダウンロードしてまたファイルとしてアップロードするか、どちらかをしていただく必要がありますが、まあ、簡単なのは
このエグザンプルの最初のシングルオーガニズムっていうものを別のタブで開いて、それを今までの講習でも経験をされていると思いますが、コントロール A で全選択ですか、Mac を使っている場合はコマンドキーと A になるんですけども、 Windows だとコントロール A かもしれません。これを全部選択して、でこれをコントロールコピーでコピーバッファーに持っていって、で先ほどのどこ行った、これか、すいません、このケッグマッパーリコンストラクトパスウェイのページのこのテキストボックスにペーストしてください。ちょっとこの辺からペースを落とした方がいいかもしれないです。まあこんな風にペーストしていただいて、でこれはもうすでに遺伝子の ID に対して K 番号がアサインされているところから始まるパターンですね。で、実行ボタンを押すと。すると全てのパスウェイに対してマッピングを行ってくれます。で、結果がこれは比較的早く返ってくると思うんですけども。こんなふうに、パスウェイが階層的に表示されて、かつこのパスウェイの名前の後に数字が書いてあると思いますけども、これはそのパスウェイの中でマップされた、遺伝子の数を表していると思います。で、ちょっと一番上のですね、グローバルパスウェイかな、グローバルパスウェイとグローバル&オーバービューマップスかって書いてあるところはちょっと特殊な大きいパスウェイなので、もちろん見ていただいてもいいんですけども、そこより下が、まあ一般的なパスウェイになります。で、まあ、ちょっと適当にクリックしてみますけども、例えばこの一番最初の、グリコリシスのパスウェイを見るとこんなふうに、パスウェイが再構築されました。で、これが意味しているところは、この緑で色がついたところはさっきペーストした入力ファイルの中に、書かれていたものです。逆に言うと白いところは、入力ファイルの中にはなかったということで、まあ、まあこれをどう解釈するかですけど、まあ、これは結構このグリコリシスのパスウェイが十分このまあ、何らか何かの生き物に十分あったというふうに解釈できるような例だと思います。まあ、このように、まあ、全てのパスウェイをこう一個一個見るのはまあ大変なので、ちょっとまあ実際は何か興味があるパスウェイがあるからこういうことをやるんだと思いますけども、まあ、こういうふうに一覧はすることは簡単にできます。で、まあ、さっきのグリコリシスなんかはたくさん、マップされた、と思いますけども、他の例で言うと、例えばこのパスウェイなんかは、これまあいくつか箱が色ついてますけども、これ多分全部同じ、KO 番号を持っているものなので、一つの遺伝子しかアサインされなかったので、まあ、このパスウェイはこの生き物はまあちょっと持ってなさそうだなとかいうことはわかると思います。これが、実習3として用意しましたの一つ目ですね。で、あ、もうちょっと、ごめんなさい。で、今実習3の一つ目、ケッグマッパーの一つ目の例をやっていただいたんですけども、次にせっかくこのケッグマッパーに、2つ目の例が用意してあったので、そちらもやってみていただけますか。で、さっきとのものとの違いはですね、
きの例は一つの生き物の、遺伝子情報を使ってパスウェイの再構築をしたんですけども、エグザンプルの2番で用意されているのは複数の生物の情報を一つのファイルに入れてあって、それをマップするというような例になります。でちょっとまた前で、前は実習の3に今戻ってるんですけども、できる方はまあどんどんやっていってくださいね。このジーンリスト2ドットテキストマルチプルオーガニズムズって書いてあるファイルを見ます。すると、こんなふうに、ちょっとこれも長い、すごく長いリストなので、スクロールしないと見れないんですけども、一番最初の行にオーガニズム1、シャープオーガニズム1と書いてあって、で途中にこのようにオーガニズム2が始まっていて、4つの生き物に関してこの遺伝子の ID と対応するケッグオーソロジーの ID が書いてあるファイルになります。でこれをやっぱり全部選択してコピーしていただいて、さっきの、同じテキストボックスに、間違えた、ペーストしていただいて、はい、で実行ボタンを押します。まあこれも全員でやってそんなに困らないものだと思いますけども、はい、先ほどと同じように、こんなふうにパスウェイの再構築した結果が返ってきたと思います。で、適当に例えば先ほどと同じように、グリコリシスのパスウェイを、クリックしてみましょう。すると、さっきと違って複数の色が箱についているというのが見て取れると思います。でこの色はさっきケッグカラーコードのページでちょっと説明しましたけども、入力の順番でどの色が使われるか決まっています。でこの4つの生物を入れたので、4つの生物とも持っていた場合はこのなんか 4色使われていて、でそれあとは、お分かりになると思いますけども、2つのものだとその順番に色が、ついたりついてなかったりすることで、何種類の生き物で、これが保存されているかみたいなことが、見えるようになっています。はい、ちょっと待ちますかね。もし何か分からなかったりするとした場合は適宜、止めてください。で、じゃあこの辺、この例はここまでにしてですね、はい、じゃあ次に、さっきと同じようなことですけども、ケッグマッパーを使って今度はモジュールの再構築っていうのをやってみましょう。で、この実習4の、1ステップ1で、ケッグマッパーリコンストラクトモジュールというリンクが貼ってありますので、これを開いてください。あ、間違えた、はい、これを開いてください。でここにもちょうどエグザンプルファイルが1つ用意してあるので、これを開いて、選択してコピーして箱にペーストしてください。で、これはさっきと違っていくつかなんかオプションがありますけども、初めに開いた時のデフォルトが View Complete Modules and One or Two Block Missing Modules っていうのになっていますので、これはそのままにしていただいて、実行ボタンを押します。するとパスウェイの時と同じように今度は、ケッグのモジュールが回数でマップさモジュールの中で再構築されたものが、このように、階層的に表示されています。で、適当にこう開いていただくとですね、今前では一番上の
ペントースフォスフェートサイクルかなんかの M00166 というエントリー ID のモジュールを見ていますけども、今入力した生物はこのモジュールに関してこんなふうに、再構築されましたというような結果です。で、色のついているところが入力した生物が持っていた、遺伝子に対応するものですね。で、このモジュールの見方っていうのがちょっと、慣れないと分かりにくいんですけども、このディフィニションというところにその、意味が、込められています。で、これはいわゆるロジカルに書いてあって、カンマがオアを表してるんですね。で、プラスは両方、その両方が必要ということで、例えばこのモジュールの一番最後に、この3つの箱が書いてあります。で、その定義のところを見ると、この3つの箱がカンマで区切られているので、この最初のやつか2つ目のやつか3つ目のやつかどれか1つあれば、一応モジュール、このモジュールがあったということとみなしてよいということを表しているので、3つでも揃う必要はないんですね。だからここに関してはこの1つあればいいし、このステップに関しては1個しかないわけですけども、で、これは多分一番上はなかったパターンですね。で、そういうふうに、生き物によってちょっとずつこの保存のされ方が違うんですけども、そういったこのモジュールの保存のされ具合を一覧する方法があって、それがこの、オーソログテーブルというボタンがありますけども、ここをクリックしていただくと、はい、こんなふうにその横が、モジュールに関わる系番号ですね。で、縦が、生物種になります。で、これ結局の生物なので、生物種なので、すごくたくさんこうずらーっとこうあります。で、これだけの生物がこのモジュールに関わる遺伝子をどれだけ持っていたかっていうのがこの箱の中に書いてあるわけです。で、さっきオプションとして、ワンブロックミッシングとかツーブロックミッシングとかいう話が出てきてますけども、出てきてましたが、それが何を意味しているかというと、このモジュールが全部埋まっているものプラス、一つ欠けているもの、もしくはモジュールの必須な部品が二つ欠けているもの、までは検索結果に入れるっていうのが、さっきのオプションの意味でした。で、このビューでこの3つ、クリックするところがありますけども、今はコンプリートモジュールっていうところが選択されているので、ここに出ているものは一応モジュールの定義上は、モジュールを持っているとみなされた生き物だけが出ているわけです。だから、このビューインコンプリートモジュールズっていうのをクリックすると、重いかな、結果がなかなか返ってこないですね。はい、返ってきました。パッと見てさっきよりだいぶスカスカにな感じがすると思いますけども、一つまた二つ、モジュールの成分が欠けたものに関してこのように一覧できます。はい。かつ、コンプリートのに戻りますけども、時々このスクロールしていくと、この色がついているところがあると思うんですけども、この色を表しているのはですね、同じ色の部分はゲノム上で隣り合っているものを表しています。一般にゲノム決めたときに、その染色体の並び順に、連番で数字を振って ID にすることが多いと思うんですけども、そういう観点で見ていただくと、この色がついて同じ色のところには比較的つながった番号の遺伝子の関係が見て取れると思います。例えばこれ2948と2947とかですね、これ2174と2175というふうに
このそれぞれの箱の中に入っているどれかとどれかは色が一緒の場合につながっていると。で、特にまあ原核生物の場合にはゲノム上の並びがオペロンに対応していることが多いの でかつそのオペロン上にコードされたものはこうタンパクになったときに何か、特定の機能を持った、複合体になったりパスへモジュールを形成したりすることがよくあるので、こういったその、ゲノム上の並びということにも、注目してこのモジュール情報を作っているということが、ここで、見て取れると思います。はい、一応ここまでで、実習の4まで、経験したことになります。で、さっきのちょっと前で戻りますが、このケッグパスウェイ解析の流れの中で今 やったようなことは、あれですね、ここから始まってたんですね、今の場合は。とにかく何か知らんけど K 番号が割り当てられた遺伝子のセットから始まってるんですけども、で次その配列、まだ配列の段階で K 番号を持ってない時にどうすればいいのかっていうところが、次から始まるところなんですけども、すいません、ちょっと線をして、で一つの、そういうケースに対応するツールとしてこの CARS というのがあります。 KEG オートマティックアノテーションサーバーというツールなんですけども、で、これはですね、一応一番、意図しているものは、何か新規のゲノムを決めたときにそれにもう一気にオートマティックに KO 番号を、割り当てるっていうことがこのツールの一番の主眼です。でなぜその、ゲノムが全部いるのかという話なんですけども、その K 番号を割り当てる方法としていろいろ考えられますけども、一番単純にはその配列が似ていれば、その似た配列が持っている K 番号はその配列も入力配列も持っているだろうというような推測ができるわけですね。で、遺伝子のアノテーションというのは基本的にはそういった考え方をベースにやるわけですけども、ただ例えばこう2種の生物がいたときにですね、この矢印の関係、遺伝子がこの生き物に2つあってこの生き物に3つあると。でそれぞれこれパラログ関係にあるとしましょう。でそのそれぞれパラログなので、配列は似ていると。だからもちろんそのホモロジー検索かけたら全部なんか関係はヒットするんですけども、ただしその類似性がある中でも、例えばこの生き物からこの生き物から見てこの生き物のゲノムの中で一番似ていたやつっていうのが、すみません、この、ここで言うと青い矢印ですね、ベストヒットって言われるもので、例えばこの A プライムがこの生き物の A プライムにベストヒットだっていうのはこの生き物のこの遺伝子を入力したときに一番似てたのはこれですよということを表します。でその関係が 両者で双方向で成り立つものを双方向ベストヒットって言います。でオーソログを考えるときにこの割と双方向ベストヒットであるということは、オーソログ関係であるということの、かなり、重要な、情報として考えられますので、この CARS はこういった情報を使って、もうちょっと凝ったことをしているんですけども、ベースとしてはこういう考え方で遺伝子のアノテーションを KO のアノテーションを知っているわけですね。だから入力がもちろん1本の配列でも一応答えは出してくれるんですけども、精度がちょっと下がっていくということですね。生き物丸々のゲノムを入力にした方がより高い精度で KO のアノテーションができるということになります。より詳しくはその CARS のヘルプページにそのアルゴリズムの解説が書いてありますので、興味のある方はこちらをご覧ください。で実習後としてこれをやろうかなと思ったんですけども、今ご説明したように、
まあ、ゲノム全部を入力することが望ましいということなので、ちょっとこれ時間がかかるサービスなので、ちょっと今やることは多分できませんので、今後もし使われたい方がありましたら使ってみてください。で、使い方はすごく簡単で、前で説明しますけども、いわゆる今説明したのはベストベストヒットで、アノテーションしたいというときは、ファスト A 形式のマルチファスト A 形式のファイルをアップロードする。1万個の、配列があったら、その1万個の配列をファスト A 形式でアップロードして、で、一番何も考えないのはもう何もせずに、コンピュートボタンを押すと。あ、一つ大事なことを忘れてました。 E メールアドレスを入れてください。で、これは時間がかかるサービスなので、この対話的に進まずに一遍サーバーの queueに入って、で、計算が終わったら入力していただいたメールアドレスに結果がにアクセスできる URL が書かれたメールが届きます。で、まあ、それはサーバーの混み具合でちょっとどれぐらいの時間がかかるかわからないんですけども、待っていればメールが来ますので、そのメールに書かれたアドレスにアクセスすると、入力した配列に KO がアサインされた情報と、あとパスウェイ、色がついたパスウェイとかも、あらかじめ作って置いておいてくれるので、そこまでもうこのコンピュートボタンを押すだけでできますので、それが一番簡単な使い方です。で、少しこだわりたい方はですね、その計算双方向ベストヒットを計算するときに、全てのその結局に入っている何千生物種っていうのはさすがにちょっと対象にしていなくて、どの生物を使うかっていうところを、決めることができます。で、当然もし入力する動物が、生き物が動物だったりしたら、動物ゲノムをたくさん入れた方がより精度が上がりますし、バクテリアだったらそのバクテリアに近いものを、生物をたくさん入れた方がおそらく精度が上がると思われるので、ちょっとその辺はこだわりたい方は工夫してみてください。で、一応いくつかのテンプレみたいなセットがあって、例えば4ユーカリオーツとか4プロカリオーツとかあるので、まあ、この辺を押すと、まあ、真核原核ぐらいのレベルでは、比較的バランスが取れた生物セットを勝手に選んでくれるようなオプションが用意されています。はい。まあ、これは今日は、実習はしません。で、そろそろこれ最後ですかね。もう一つその配列を持っています。で、それに KO をアサインして、パスウェイなりモジュールなりを、再構築したいというときに使える別のサービスとして、ブラストコアラっていうのと、ゴーストコアラっていうサービスがあります。で、これは、比較的、まあ、カースのアルゴリズムでいうところの双方向ベストヒットを使っているのではなくて、シングルベストヒットみたいな方法を使っているために、まず計算が高速ですと。精度はそこまで、得られませんが、計算が高速なサービスです。で、もう一つは、コアラっていうものに、2種類あって、このブラストを使ったバージョンと、あとゴースト X っていう、ホモロジー検索のプログラムがあるんですけども、これは東工大で作られていて、一応、まあ、その作ってる人たちによると、まあ、100倍以上ブラストよりは早いと。いうことになってますので、当然このゴーストコアラを使った方が、早く、すごく早く結果が返ってくることになります。で、まあ、ただ使ってるアルゴリズムが違って、こっちはそのサフィックスアレイかなんかを使っているということから、まあ、検出感度っていうのはちょっと下がる可能性があるんですけども、まあ速度を優先する場合はこっちを使うというオプションもあると思います。で、このコアラっていうのこと自体は、まあ、ケッグの中でアノテーションを使うときに使っているシステムなんですけども、まあ、もうそれを外向けに、アノテーションで使うために準備されたのが、このブラストコアラ、もしくはゴーストコアラになります。で、実習の録として、ブラストコアラを用いた自動遺伝子アノテーションパスウェイ再構築を行うというのを準備しました。ですので、これをちょっと
やっていただこうかなと思うんですけども、このケッグマッパーでケッグマッパーゴーストコアラとかブラストコアラのページはまあこんなようなページなんですけども、その中のアノテートシーケンスバイブラストコアラっていうリンクをクリックするとちょっと違う見た目のページに行っちゃって、これもさっき一回経験したケッグマッパーの中の一つの一サービス、まあここになるんですけども、まあ見た目ちょっと違うんですけど、これはブラストコアラのシステムを使ってアノテーションするようになっています。でここにも、クエリーサンプルとしてこのシーケンスでテキストというのが用意してありますので、これをクリックします。でこれは多分ブフネラっていう共生昆虫に共生する菌だと思うんですけども、の多分全遺伝子セットが用意されていますので、結構、まあ、そこそこ、今までに比べると大きい入力になるんですけども、これを、全部選択して、でこの箱にペーストしていただくと。でここ、もう一つやらなければいけないことがあって、このファミリーかジーナスを、選択しないといけない、いけません。検索対象の、生き物を選ばないといけない。つまり、まあ、一応これ建前としては今新しく例えばゲノムを決めたとします。だけどもそれが、属する、まあ、ファミリーとかジーナスの、タクソノミー ID を、選んでいただくと。でそうすることによってその探索空間を、まあ、狭めるという意味と精度を上げるという意味があると思うんですけども、まあ、これ選ばないといけない。でこのボタンを押していただくと選択するためのページに行きます。で、まあこれは例なので、まあ、ブフネラと分かっているのでちょっとブフネラを探していただくとですね、この生き物一覧の中にこうブフネラがいます。でこれのタクソノミー ID が32199っていうものなんですけども、これをクリックしていただくとちゃんとさっきのページの入力するところに32199が入るようになっています。で、ただこれを今ここにいる皆さん全員でやっちゃっていいのかどうかっていうのはちょっと自信がないのですが、もしもやっちゃってる人がいたらもちろん結構です。でもしよかったらまだやってない方は待っていただけますか。前で今やりましたので、まだボタンを押してない方はちょっと前を見つつ待っていただいた方がサーバーが辛くないかもしれないです。これ一人で使っ、まあ、一人本当に一人かどうか分かんないですけど、資料を作ってる時に何回かやってて、その時はわりかし早くに結果返ってきたんですけど、あ、返ってきましたね。まあ、前で結果返ってきたので、適宜皆さんも同じようなことをまだやってない方はやっていただいて大丈夫かなと思います。まあ、これぐらいの感じで返ってきます。で今入力した、多分500ぐらいの、配列が入ってたはずなんですけども、それに対して、KO のアノテーションをした結果が返ってきています。で一応このケッグのパスウェイの、上の階層分類の上の方の分類で、こういうチャートが表示されています。で、まあ、残念ながらこのグレーのところは、まあ、アンクラシファイドでよくわからないやつなんですけども、まあ、その次に多い120っていうやつはこういう、ジェネティックインフォメーションプロセッシングっていうようなものに分類されるパスウェイの遺伝子でしたよとか、まあ、以下同じような感じですね。次の47はアミノアシッドのメタボリズムに関与する遺伝子ですよとかいうような分類が、できてます。で、ここでダウンロードすることもできて、入力した
配列に対して K 番号がついたような情報がテキストで入手することができます。でもう一つ、そのパスウェイのマッピングとか、ブライトのマッピング、モジュールのマッピングというのも済んでいて、このリンクをクリックすることでそれを閲覧することができますので、順番にちょっと前でも見ていきますけども、まあ、パスウェイの場合は、まあ、これもさっきも、ケグマッパーで経験したのでもうほぼ同じようなことになるんですけども、こういった今入力したものでどういったパスウェイができたかっていうことが一覧されていて、それぞれパスウェイクリックすると、まあ、要はこのブフネラが持ってる、今は生き物分かってるんですけども、このブフネラが持ってるパスウェイがこういうふうに、見ることができます。で、モジュールですと、まあ、こんなふうにモジュールの再構築がされていて、資料では、いくつか例として、176モジュールっていうのを出しているんですけども、どこかにあるのかな、これですね、まあ、エナジーメタボリズムの中の、あるモジュールを資料には例として書きましたが、このモジュールがこんなふうに、まあ、これ一応このモジュールはコンプリートで再現されているということになっています。で、もうさっき別のケグマッパーのでオーソログテーブルとか説明したので、まあ、ちょっと省きますけども、ここからさらにこのモジュールを持っているのがどういった、生物種なのかっていうのが、例えば、系統分類の中でどういったものがこれを持っているのか、どういったものが、ワンブロックミッシングなのかみたいなことも、整理されて見ることができます。